出かけですよ。今、新宿駅に着きました。それではもうすぐ出発なので乗り込みます。スポーツサイクルを持ち込めるので淡路島でサイクリングをする人にはもってこいです。到着しました。淡路島1時間弱で着くんですけれども、結構あっという間ですね。宇挙スモトライナーは11月4日までの土日祝日1日4往復運行してますので、皆さんもぜひご利用ください。スイング TV はフリーペーパーのパドやスイング、アミタンの情報をもとに泉州と和歌山のあれやこれやを発信していく番組です。チャンネル登録お願いします。